どう思う？そうだ、変わってよ。色変わった？今回色変わってるよ。本当に？そうかな。色変わった？色変わってる。これ、ちょっと待って、カメラで見てみようか。そうかな。変わった？モル。変わってるよ、本当に。そっか。でモルさん、あのタコさん静かにしてあげないと不思議なことできないってよ。こうやってモル椅子持ってきて、自分でね椅子持ってきてさ、そうやって待機してても、明日の朝とかお昼にならないとタコさんね不思議なことできないって。いや無駄無駄って。うん、そうやってずっと待ってるつもり？タコさんがなんか変わるの待ってんの、モルカ。うん。そっか。ねえ、まあ変わったらいいんだけど、でもね、紙にね、あの紙にね書いてなかったよ。あのそんなにすぐ変わるよって書いてなかった。朝まで待ってって書いてあった。だからモルちゃんはお風呂入って、ねえモルカ聞いてる？よーくね。よく寝て、朝起きて、ママおはようって言って降りてきたら、なんか鳴ってるよ。おお、何これ、今見てごらん、これ変わってるように見えるけど、さっきと何も変わってないよ。ほら、黄色い頭にオレンジの、ほらオレンジの足、何も変わってないよ。気のせいだよモルカね。だからほら、今お風呂入ろう。わかった？入んないの？困ったね。もうちょっとそんな、タコさん恥ずかしがっちゃうよ。これ何？これ。わかんない。もしかしてこれは、なんだこれ。これは泳ぐかなだっけ、これ。泳ぐのかな。ほらほら、タコさんびっくりして、明日の朝不思議なことできなくなっちゃうよ。ね、危ない危ない、ほら、モルステンって滑ってタコさんびっくりしちゃうよ。ドンって転んだら、いいの？いいのよ。いいわけないでしょ。モルちゃんだって不思議なこと待ってんでしょ。不思議なこと見たいんでしょ。ね。